成田中学に通う3年生だ。新学期が始まったこの時期、受験生ということもありクラスの雰囲気はピリピリしていた。今日は数学の復習をしないと。なんで黒羽がB判定で私が C だわけ？私の方が勉強してるのに。もっと内申点取らないと。どうやってアピールしようかしら。そんな中、私たちには共通の悩みがあった。それはこの久美先生。はい、今日は教科書23ページからよ。ここの英文をじゃあコウジ君訳してみなさい。はい、マイケルはメグに花束を送った。しかしメグはそれを受け取らなかったです。そうね、正解。この後メグが花束を受け取らなかった理由が次の文章に書いてあるわけだけど、そもそもね、デートもしたことない女性相手にいきなり花束渡すとかキモくない？私もあるのよね、そういうこと。大学の時にさ、ちょっと気まぐれで話しかけてやっただけのネクラ男に勘違いされて、突然花束渡されたの。みんなの見てる前でよ。ありえないじゃない。周りは林立てるし、変な噂が出てくるし、ほんと迷惑だった。これだからモテる女は辛いのよね。男子君は気をつけるように。あ、それから、あ、始まった。この久美先生、とにかく授業を脱線して無関係なおしゃべりをすることが多いのだ。いや、あんたのモテ自慢とか知らんがな。でもここで意見言ったら心象悪くするかしら。あらやだ、もう終わり？やっぱ教科書全然進んでないじゃない。まあいいわ、受験生なんだし休み時間もお勉強しなきゃね。さあ次のページに行くわよ。はあ、またこの展開。こうして休み時間まで授業が長引くことがほとんどなのだ。100歩譲ってそれは我慢できる。でも問題は、あら、休み時間も終わっちゃったわ。じゃあ今日の授業はここまで。またね。起立礼、着席。やばいやばい、もう体育の授業始まってる。早く着替えなきゃ。もう教室まで行ってらんない。私制服の下に体操着してきた。みんな急げ、また鉄線がうるせえぞ。急げ。遅い。何やってる、お前ら全員揃って授業に遅れるとは何であることだ。たるんでるぞ。体育は受験に関係ないと思って見下してんのか。教師を舐めるのも大概にしろよ、クスガキどもが。そんなだらけ切った気持ちで高校に受かると思ってんのか。違います、鉄先生。前の英語の授業が長引き。言い訳もよ。お前らの甘えが生んだ遅刻だ。言い訳したやつは内申点減らすからな。ぐぐ、俺らのせいじゃないのに。これが私たちの悩みの種。久美先生の授業遅延と話を聞かない鉄先生のコンボによる理不尽のストレスは、ただでさえ受験にひりついている私たちのメンタルをさらに消耗させた。もちろん抵抗も試みたが。先生、次の体育の授業に遅れてしまうので、そろそろ。なんですって。体育？この私の授業よりあんな脳筋タンクトップ男の授業の方を受けたいっていうの？いや、そうじゃなく時間割が。この私が休み時間返上で教えてあげてるっていうのに、ケツの青いガキどもが文句垂れてんじゃないわよ。黙ってありがたく私の話を聞いていなさい。すみませんでした。こんな調子で全く聞く耳を持ってもらえなかった。毎回毎回遅刻しやがって。お前らそんなに俺を怒らせたいのか。もうこんなのやってられねえよ。学年主任の源先生に訴えてみるってのはどうだ。無理でしょ、あの先生究極のことなかれ主義じゃん。てか他のクラスの生徒がすでに訴えてみたらしいわせ。で、何の改善もなしだって。下手なことして内心に響いてもね。くっそー。そんなことが続いたある日。お前らまた遅刻か。机の上で勉強だけしてりゃいいと思ってんだろ。これだから最近のガキは常識知らずの非力な頭でっかちばかり育つんだって。会いたいな。もうなんで勉強以外のことでこんなに悩まされなきゃいけないのよ。我慢できない。先生、話を聞いてください。遅刻の原因は私たちじゃないです。久美先生の授業が。んだそら、お前俺に物申すってのか。よっぽど内申点を下げられたいみたいだな。先生こそ内申点を餌に生徒の声を無視するなんて教師としてどうなんですか。んだと、生意気言いやがってこの青頭が。教師に盾つくんじゃねえよ。ソラ、ソラちゃん大丈夫？浮いた。おいおい、大げさに転ぶなよ。今のは教育的指導。転んだのもお前の鍛錬が足りないからだからね。こうならないようにお前らは真面目に俺の授業を受けてしっかり体を鍛えるんだぞ。ソラちゃんどう？痛みは引いた？多分軽い捻挫だから大丈夫。ごめんね、かすみちゃん、もう放課後なのに付き添ってもらっちゃって。そんなことは気にしないで。ありがとう。教室に戻ろっか。帰りは私がカバン持つよ。ありがとう。ソラ、怪我は大丈夫？大丈夫。てか、なんでみんな残ってるの？ソラを待ってたわせ。みんなを代表して鉄線に意見してくれたのにそのまま帰るなんてできないでしょ。つーか
かもう我慢の限界だからよ。なんとかできないかって話してたんだ。今までは内申点や推薦に影響あるかもと思って反抗できなかったけど、これ以上は黙ってられないわ。鉄線のことは抜きにしても英語の授業が遅れまくってて超迷惑だし。だから俺らで一泡吹かせて分からせてやろうと思ってさ。でもどうやって。いい考えがあるんだよ。毒には毒をぶつけてやるんだ。そして翌週体育の授業時間。さあ今日もあいつらを怒鳴りつけてストレス解消してやろう。エンジお前一人か。他の奴らはどうした。また遅刻なのか。そうなんですよ。あいつら体育なんて授業に関係ないし面倒だってだらだら着替えてて、俺はテツ先生の授業が大好きなんでマッハで準備してきたんですけどね。おエンジは俺の授業が好きなのか。そうかそうか、それはいい心掛けだな。しかし他の奴らはけしからんな。あれだけ言ったのにまだ懲りないのか。あいつらは今頃久米先生の授業を受けてるんじゃないかな。ほらやっぱ若くて美人の先生って人気じゃないですか。なーに、ひさめだと。はん、これだからガキは分かってねえんだ。あんなのただ化粧が濃いだけの勘違い女じゃねえか。大して若くもねえしな。毎日ゴテゴテ語りつけてるが、あいつ中身はすっかすかだぞ。職員の飲み会でも昔のモテ自慢ばっかりして、今はなんもないってのを公言してるだけなのに気づいてねえんだ。そもそもそのモテ話だって本当かどうか分かったもんじゃねえがね。ああいうのを承認欲求バカ女って言うんだ、覚えとけよ。ああいうのを承認欲求バカ女って言うんだ、覚えとけよ。誰が中身すっかすかの承認欲求バカ女ですって。体鍛えるしか脳のない脳みそ矮小単細胞タンクトップ男が、そのタンクトップ真っ赤に染め上げてやるからな。やった、作戦成功。よしみんな大技よ。ちょっとこのクソ脳筋男、誰が大して若くもないですって。気絶でならないわよ。うわ、なんでお前急に離せよ。預け証ババア、また言ったわね、クソダサ系の男のくせに。なんだと、シリガルトピンクが。うわ大惨事、他のクラスの生徒や先生も見に来たわぜ。まだまだ、これだけで済まさないわよ。ちょ、クラは何やってるの。配信よ配信、リアルタイムでこのバカ教師2人を世界中に晒してやるわ。ちょ、ひさめ先生、テツ先生、何やってるんですか。生徒たちの前ですよ、2人とも落ち着いてください。クロハの狙い通り、この配信は様々な人の目に触れ大炎上。学校には問い合わせが殺到することに。さすがに学校側も内々では処理できないと観念したのか、ひさめ先生、鉄先生両名は自主退職して処理されることに。ま、待ってください。子供たちには私の愛ある指導が必要なんです。憧れの美人教師は中学生活に必須でしょ。目標が広まりすぎたのか、元先生の2人はその後なかなか次の就任先が見つからない様子で、噂で聞いた話によると、鉄元先生は奥さんに離婚され、がっつり車両をむしり取られて貧乏生活だとか。クソクソ、なんで俺がこんな生活を。これも全部あのクソドピンクのせいだ。今日も壁持ちだけ。ひさめ元先生は炎上の際の抽象コメントがかなり答えたのか、すっかりおとなしくなって田舎の壁持ち農家をしている実家へ帰ったらしい。どうせ私なんて出荷できない株持ちくらいの価値しかないんだわ。出荷できない株持ちにも肥料になるという価値があるもちゃ。負けた。私たちもさすがに学校側から注意されたが、俺たちの声を無視した学校が悪いんだろ。そうです、こうなる前に解決できたはずでしょ。学校側も自分たちに非があるということは分かっていたんだろう。特にお咎めはなかった。その後、ねえねえ、このエブってさ、なんでこういう役になるわけ。あ、ここは名刺が。なあ、その問題集ってどう。結構いいよ、終わったら貸そうか。あの事件以来、私たちのクラスには一体感が生まれ、一気に仲良くなり、お互い協力しながら受験に取り組もうという空気が生まれた。かすみちゃん、ここわかる。うん、まず町の体積を出してから。なるほど、時を置いて字固め